まず最初に、私と塚本の処分の違いでございますけれども、基本的な認識といたしまして、持ち株会社と、みずほ銀行との違いということからお話申し上げたいと思うんですけれども、今回の件も含めまして、執行責任を負っておりますのは、みずほ銀行でございます。持ち株会社であるみずほフィナンシャルグループは、子会社の経営について全般的な経営管理を担っているという立て付けがまず一つあるわけでございます。まあ、そうした観点からいたしますと、基本的には本件についてはみずほ銀行の中で起こっている問題でございますので、みずほ銀行の総取りのやはり責任というのは、持ち株会社の社長に比べて基本的には重いということが出発点でございます。まあ、そういう観点から申し上げますと、私自身はみずほ銀行の非常勤取締役になりましたのが2011年の6月からでございます。その時点から塚本はみずほ銀行の頭取に、まあ、就任しているということでございます。私自身は非常勤取締役みずほ銀行のと同時にみずほフィナンシャルグループの社長にその時就任しておりますので、そこから塚本のみずほ銀行の頭取と私の社長というのは同時並行出しているということでございます。この状態が今年の2013年の7月1日まで続いてまいりまして、7月1日にみずほ銀行とみずほコーポレート銀行を統合してワンバンクになった段階で私がみずほ銀行の頭取に就任しておりますので、そこからは私はみずほ銀行の頭取という責任とみずほフィナンシャルグループの社長という持ち株会社の経営者としての責任が加わってくるということになっております。従いまして、冒頭に申し上げました執行責任を担っているみずほ銀行の取締役頭取としての責任期間というのは塚本の方が長い、約2年ということになりますので、そうした問題を重く見た上での処分ということでございますと同時に、実際に金融庁の検査が入りましたのは2012年の12月から本年の3月までということでございますので、この金融庁検査の対応をしたのも、これは塚本ということになりますので、そうした点を審釈いたしまして、塚本の処分は私の処分よりも重い処分になっているということでございます。またみずほ銀行の取締役会長を辞任するという意味は今ご説明申し上げました点と深く関わっておりまして、執行責任であるみずほ銀行の役職を辞任するということはその責任の所在からしても関連があるというふうにご理解いただければというふうに思います。まあ、従いまして2番目のご質問に対してのお答えですけれども、塚本については何について責任を取っているのかと申し上げれば、この2011年の7月から今までに至る本件に対する執行の責任及びに金融庁検査に対する対応も含めた執行責任ということになります。私は何かということについて申し上げれば、2011年の6月からですね、今年の7月1日までの持ち株会社の社長としてのみずほ銀行に対する管理に対する処分ということと、今年の7月からみずほ銀行の頭取としての責任という、対応ということに対する処分ということを、この処分の対象としているということでございます。3点目は、なぜこの処分が妥当だというのそうですね、すいません失礼しました。この処分につきましては私自身が先ほど申し上げましたように策定いたしましたけれども、この私ども2人それから元頭取の西堀それから OB 現役の役員を含めまして、基本的にはみずほ銀行で何の仕事をしていたのかと、あるいはこの案件にどの程度関わっていたのか、それについて責任の重さと、在任期間等をですね、それぞれ、縦と横で計算いたしまして、その掛け算、積数でもって責任の重さを、判断いたしまして、その重いところから順にその処罰を重くして計算をしたものでございます。まあ、従いまして基本的にはその個々人の責任と、その範囲というものに、リンクした形の処分案になっているということで、まあ、そういう意味ではその全体としての妥当性が図られているのではないという観点から作成したものでございます。またこの処分案は先ほど申し上げましたが、私と社外3人からなります4人で作っております報酬委員会等につきまして、
これを試案として挙げ、これを認めていただいた案でありまして、私自身の意見だけではなくて、社外取締役3名の意見が反映されているということ、それから3番目に、第三者委員会との関係におきましては、業務改善計画の原案を、ご確認いただく際に、この処分案も添付しておりますので、この処分案についても、第三者委員会の、方々にご確認いただいているということも含めまして、この処分のレベルについては、妥当なものであろうというふうに考える次第でございます。塚本会長はですね、銀行の会長は辞められるんですけども、フィナンシャルグループの会長としては引き続き、はい、職務を続けられるということでございます。持ち株会社の重要な役割の一つにやっぱり子会社のコンプライアンスでありますとか経営の管理というのがあると思いますけれども、なぜ引き続き塚本会長はですね、持ち株会社の会長としてふさわしいと言えるんでしょうか。これは先ほど申し上げましたように、みずほ銀行の執行の段階におけるですね、塚本の責任はそこにあるということからこの処分に至ったわけでございますけれども、執行をするということと管理をするということとはこれ全く業務の内容が違うことでございますので、そういう意味では持ち株会社の取締役会長としてより幅広い観点からみずほ銀行だけではなくてですね、みずほ証券、みずほ信託も含めたそうしたグループ全体についての会長としての役割を担っていただくということは妥当ではないかというふうに判断した次第でございます。佐藤頭取ご自身の処分についてもお伺いいたします。佐藤頭取は半年間無報酬ということで、これはまあ重い処分だというお考えなのだと思いますけれども、昨年度の頭取の年俸は1億1600万円というふうに有価証券報告書で開示されておられます。これからすればですね、依然として高級ではないかというような見方も世間一般ではされるかと思うんですけれども、場合によってはこれはこの処分は自分に甘い処分ではないかという見方もあると思いますが、これの批判についてはどうお考えですか。頭取としてのあるいは社長としてのですね、給与レベルがどこが妥当でどこが課題なのかということについてはなかなか私見識を持っているわけではございません。ただ我々自身の給与というものは業界のレベルあるいは業界における常識というものの中からもともと設定されておるわけでございますので、そういう観点から私のみずほフィナンシャルグループ社長としての給与水準あるいはみずほ銀行頭取としての給与水準が業界他社と比べて突出してですね、高いものであるということではないというふうに認識しております。従いまして、半年、無給ということについて言えば残りの金額はご指摘いただいているようなことかもしれませんけれども、みずほ銀行あるいはみずほ、フィナンシャルグループの社長、そして頭取という責務との関係において、残りの半分がまだ課題であるということでは必ずしもないだろうというふうに思っています。